はい、どうも皆さん、こんにちは、めゆりです。PS4 本体でね、とりあえず録画していこうと思うんですが、もしね、録画禁止区域とか出始めたら、新しい録画ソフトで撮りたいと思います。で、今回は、1キロ先だね、1キロ先の、超工房のところに行こうと思いますが、車で行けないかな。クエスト目的地から選ぶ。チョコボに会いたい。これですね。行きましょイグニス、屋根屋根。ああ、ちょっと待て。う。屋根。おお、ハイテク。はい、というわけで到着しました。相当弾けてるな。そんなにチョコボが。すみません、チョコボ乗りたいんですけど。チョコボに？すまんが、今は出せなくてな。今この辺りにベヒーモス、通称スモークアイ。出没しているせいだ。チョコボたちも怖がったりしな。万が一が起きないように貸し出しは止めてる。君たちは最近評判のハンターだね。どうだろう、引き受けてはくれないかな。もちろん報酬は弾むよ。無理にとは言わないが、今日は何の用だい。お兄さん方はとりあ会ええないずか周辺情報収集をもらって、で、食事は、いろいろ能力値がアップするみたいだけど、ちょっとね、今金がないんだな。で、討こい伐依つら頼になんはだ手けをど、焼いててね。レベルがね、ちょっとね、低いんだね、まだ自分の。だから、ちょっと今厳しいまな、たちょっ顔と。を見せてくれ。ちょっと今は厳しい。もうちょっと敵と戦うようにした方がいいかな。他のストーリーはちゃんと進めれるのかな？機体を背負って、これでいいよね。こっちから行きましょ今日の天気は快ストー晴リーだ。進めてって、気温も上がりそうだな。レベルが上がり次第、チョコボをね、助けるためにベヒーモスを倒していくって感じで、行きましょう。カーテスの大空か。ねえ、ノクト、メテオと一緒に写真撮りたくない？撮りますか？いいかもな。ああ、行こう行こう。シャッターチャンス大空？うわ、なんかすごい寄り道になったな、これ。大丈夫か？ノクト、あのさ、何か写真で撮ってほしいリクエストない？適当に答えよう。ああ？じゃあ、俺？よし、任せてよ。ノクト撮るわ。間に受けんのよ。次の職が配られノクティスを移すようになります。はあ、そうかい。次の宿泊までね。で、行くか。シャッターチャンスっていうのは、めっちゃ綺麗やな。すごいリアル。着いたよ。この辺で撮ろうぜ。いいね。ここで撮るよ。はい、撮りまーす。はい、おー、いいんじゃない？めっちゃノクトクールに決めてるね。
保存しときますか。はい、次行きましょう。世界を紡ぐ物語ランク1。よし、じゃあね、ちょっと寄り道しちゃったけど、ストーリーをね、続き進めていきたいと思います。これ超えれる？超えれるか、これこれでいけるか。よし、じゃあドライバー任せて。メテオ、実際あっただろ。あったね、燃えてたね。下で支えてんのが巨神な。へえ、絵本の中の話と思ってた。六神とルシス王家は神話の時代に共闘した仲間同士だ。うわ、マジ？結構マジ。しかしいまいちピンとこねえわ。本人がこうだからな。そりゃどうも。一度訪れた P にはファーストトラベルができるようになるらしい。すぐ行けるってことだね。しないとまずいな。いや、ほんまそれ。今なんで立ったよ、こいつ。給油する。すげえ。この町でかいな。久々の都会って感じだな。お、ケーブルカー。あれはどこまで行くんだろうな。とりあえずここに止めて、ガソスタが欲しいんだけどな。お、それ女の子がドキッとくるやバックの仕方。どっか入れば涼しいだろう。今日はちょっといいとこに泊まれそうかな。そうだ、給油はできないか。ホテルもありそうだ。まあ、とりあえず一旦上行って、さあさあさあ、ウィー、到着。結構人がいる。ここが町の大通りになるのか。イースはリュウエイホテルに泊まってるそうだ。リュウエイホテル向かいます。なんかいろいろあるね。ここはインセク食品だ、よろしく。食品、そうか。インセク食品をよろしく。インセク食品変わってるね。街中は走れないな。大丈夫かなこの人。おっとっとっと、ここ揺れた。地震ってやつか。おっと、頭が。なんだ、どうした。なんか頭痛いと思ったけど。大丈夫？平気、治った。おう、おう、治ったわ。はい、着きました。ホテルかな。あ、兄さん。イリス。イリス、みんな生きてる。妹さん。あるある、元気そうだね。おかげさまで。ねえ、泊まるならここでしょ。ああ、そうだ。時間取れ、いろいろ聞きたい。うん。さあ、で、時間を取る。よく無事だったな。ほう。ジャレット、タルコットも。ノクティス様、イリスは俺が守ってます。申し訳ありません。孫のしつけがなっておりませんで。ええよ。ありがたいお言葉でございます。ではそろそろ失礼を。ノクティス様、おやすみなさい。イリス、オート、どんな感じだった？
お城とその近くがすごくやられちゃって、大丈夫だったとこも多いと思うんだけど。目的はやはり限定的だったのかね。なんかあったらどんどん言ってね。ああ、ありがとな。オートのあれを見たのか。あのね、ルナフレーナ様この町にいらしてたって噂があって。でもすぐに町を出たって。無事でよかったじゃん。わかった、ありがとう。じゃあゆっくり休んでね。ということでレベルが上がるかな。宿泊すればレベルが上がるシステム。ここでレベル12か。さっきのクエストが推奨12だったんだよね、最低ラインが。もうちょっと育った方がいいな。プロンプトが上がってるね。写真は、あーかっこいい。いいね。ノクトがね、多いね。ノクトが、ノクトだね。ねえ、ボスケ。ああ、あいつらは。みんなタルコットと散歩行っちゃったよ。街見てくるって。あ、ね、私たちも行こう。街見てくる。受けましょう。あ、わかった。よし、案内するね。絶対顔。お待ちになった甲斐がありましたな。絶対顔に惚れてるだろ、この女、ノクトの。一番最初は市場かな。ついてきて。ついてきて、はいはい。早い早い早い。ここ夜になるとこいつ。すごく素敵なんだよ。俺を追い抜くスピードが速い。よし、鬼ごっこだ。遅っ。ここパーテラ市場って。パーテラ市場。何でも売ってんの。なるほど。楽しくなんない？いろんなの買いたくなっちゃう。デート向きな女の子ですね。俺の性格的には話を流そう。よかったな。冷た。そこまで冷たくはしない俺でも。イケメンなら何でも許されると思うなよ。ほんで、うわぁ、このお店、なんかいいの揃ってるっぽい。何があるの？ちょっと見てていい？待ってて。もうウィンドウショッピングはやめてくれ。じゃあ次はね、工場。二人でお散歩とか、そんなのんきなことやってる場合じゃねえよ。俺には、受け継ぐ意志というものがあってだな。早く来いよー。お、早いの。ダッシュ来た。お、ダッシュしてる。お、アイテムが落ちてるやん。古い小銭。ウクレレな感じがいいね。アコースティックだねー。はい、到着。んで。着いたよ。工場。この電気を作ってるんだけど。あれか。すごいんだよ。働いてる人みんな女の人。ここでは女性がどんな仕事でもするんだって。へえ。心配するかな。大変そうだな。いや、そう、冷てえってだから。すごくない？あ、まあいいけど。じゃあ次は。展望公園にしよう。完全にデートじゃん。展望公園、展望公園。オートとは違うけど、こんな家もいいよね。冷たいな。もうちょっと反応してあげてほしいかな。
ここの飲み物全部いいんだよね。ほう。お、走れるぞ。俺の足についてこれるか。こんな車乗ってみたいな。だな。いや、絶対この車がいいだろ。飛べ。飛べるか。ついてきてねえな。ここだな。到着。着いたよ。ここペゴラ展望公園っていうの。ほう。メテオが見えるんだ。メテオ。ノクト、なんかこれ内緒のデートっぽいね。うるせえ。おーっと、どうしようかな。なんかちょっとゲームの趣旨変わってきてる気がするな、これ。ただのラブなんていうの、メモリーみたいな。うん、お茶を濁す。だとしたら俺が兄貴に殴られる。変なこと言えない。それにノクトにはルナフレイナ様がいるしね。絶対惚れとるやん。みんな戻ってるかな。そろそろホテルに帰ろっか。よし、帰るぞ。お散歩終わりだ。お散歩はもう。通れんのかい。通れろよ。ついてきて。おー、早いね、結構。うん、風が気持ちいい。うん、よく喋るなあいつ。みんないるかな。こんなの子供の時以来だね。ありがとう、楽しかった。うん、ここは同意しよう。俺もありがとな。あ、これは惚れるわ。うん、喜んでくれて嬉しい。惚れたな今。あのね、市場で買ってたの、ノクトのだから。でもまだ内緒、楽しみにしてて。なんなんだこいつは。おかえり。じゃあタルコと街で聞いたって話。わかった。これ、そんな口よ。ああ、大丈夫。俺一般市民ですんで。ノクティ様、伝説の剣がこの近くの滝の中にあるんだそうです。伝説の剣。場所は分かっていない墓所の一つかもしれない。行ってみねえか。行こう。よし、行こう。ちょ、待って、ガソリンがない。いいえ、ガソリンがねえんだ。給油したいんだけどさ、結構遠いもんね。3キロもあるでしょ。絶対足らないし。お、ここ給油できるんじゃね。できるね。よっしゃ、ちょっと給油してから行こうね。金足りるかわかんないけどさ。3キロは持たねえな、さすがに。じゃあここ一旦オートでも行けるか。そこはクエスト目的から選び、滝の洞窟へ向かいます。この町の人たちってなんかすごくフレンドリーじゃない。うん、誰でも挨拶してくるし驚くわ。ノクトは特にね。インソムニアはそんなことなかったもんな。ここに寄れる。寄り止めてくれ。よし、分かった。ノクト、買い物は必要な分だけにしておけよ。ちょっと待ってよ。給油したいんだよね。10ギルなんだ。安くね。いい、以上になります。10ギルで入れれるんだ。なんかめっちゃ安く感じるわ。オートドライブ再開。行くか。ああ、頼むわ。オープンカーにしていいんじゃない今日。もう、おー、なったなった。ハイテクだねー。よし、じゃあ3キロだね。だいぶ道のりが長い。
じゃそれは危ないだろ。さあ到着しましたね。給油する場所もあるし。これからどうする？情報収集でもするか？ノクト次第だな。じゃあまあ今回はこの辺でちょっと一回切ります。ちょっとあれ切りがいいんでね。で次回からまたね引き続きストーリー進めていきたいと思います。ちょっと今回ね、余計なミッションばっかりやってたんですけど、まあ良かったんじゃないかな。あの可愛いね、なんとかちゃん、名前忘れたけど、まあ次回も見てください。じゃあまたね。